ビットリア・アレオッティはイタリアの作曲家、オルガニスト。おそらくはアウグスティの会の修道女ラファエッラ・アレオッティと同一人物とみなされており、幼名がビットリア、後の名がラファエッラだったという可能性が極めて高い。著名な建築家、ジョバンニ・バッティスタ・アレオッティを父にフェラーラに生まれた。姉が音楽の稽古をしているところを聞きかじり、その後6歳になると、 やすやすとチェンバロを弾いてみせて、家族を仰転させた。後に、アレッサンドロ・ミレビッテから2年間の指導を受け、14歳になると音楽面で名高かった、フェラーラ・セイビート女子修道院に入って、教育を受けた。1636年から1639年まで、小修道院長に就任した。アレオッティの名は、MA ガリーニによる1621年の、 フェラーラ案内書の中で音楽について非常に博学な人物として言及されており、モテットやマドリガーレが出版されていることも話題にされている。アレオッティはジョバンニ・バッティスタ・ガリーニの数多くのマドリガーレに曲付けをしており、それを父ジョバンニが後でザフォハクに献上したところ、白尺は1593年にベネツィアのジャコモ・ビンチェンティ社に曲集として出版させている。 同じく1593年にはモテット集がアマディーノ社によって出版されているが、これは女性作曲家の宗教曲としては西洋音楽の歴史で最初に出版された例である。作曲活動に加えて修道院のオルガニストとしても活動し、さらに器楽奏者と声楽家からなる大規模なアンサンブルを指揮して演奏会を行った。 同時代の作家エルコーレ・ボットリガーリの著作によると、この合奏団は、イタリア屈指のアンサンブルの一つであったという。ありがとうございます。